まこなこです。続きバージョン 4.5 やっていきましょう。これ右側、なんかオフィシャルのちょっと女性キャラクターというか、オフィシャルで描かれる人間の女性キャラクターに結構似てるけど、で、自分もこの顔、X 君と同じようなね、顔にしてるんで、なんかオフィシャルっぽいのが2人いるような、そんな状況になってます。このメンツでやっていきましょう。賢者借りられたので、なんとかこれで進めていこうと思います。では、マデ神殿のところまでやってきましたので、早速中行きましょう。なんかその手前側に黒い宝箱がある。これは、第一の羽毛。あっと、ドアコの方が動かなくなってる。ちょっと待ってね。ドアコが今、宝箱取れずに、ダダをこねていたので。封印解除してもらいましょう。これで進めそう。どうなんだろうな、マップになってるのか、それともちょっとした一本道になってるのか気になるところ。ああ、ドルボードは乗れない。今右下側から進んでいく。ここら辺も宝箱ありそうな気するけど、ないか。あれ、ここってなんだっけかな。現代の方にもあったところとはちょっと違うのかな。なんかこんな感じの塔はあったよね、現代にも。そして奥はエテーネルキューブのポイントも用意されている。全く敵いませんね、ここ。討伐モンスター、今いるマップ。それでも3つぐらいは、ああ、今目の前見えましたね。これ襲われないでしょ、レベル帯考えると。石像のようになってしまっている。だが一つは、まだ見たことのない敵がいるらしいので、それがどうなるか。ここはストーンマンが。で、あともう一個でね、あともう一個まだ発見されてないハテナのマークがあった敵。あれが何なのか。今少しストーンマンポージングしてましたけど。どうなんだろうな。この後の展開どうなるのか。マデ神殿行ってほぼほぼ終わりになるのか、それともまだまだ先があるのか。多分目的はここ。おっと、びっくりした。新たな敵かと思ったら脇から人が出てきた。なんでこんなとこから出てきたんだろうな。ああ、登れんのか、ここ。なんかそう言われるとちょっと登りたくなるね。なんで上から人が急に来たのか。多分宝箱があるとかそんな程度だと思うけど、まさにその通り。とこしえの虹。あとは絶景眺められますよみたいな感じの。向こうが目指すべき神殿、行きましょうか。多分ここまで来れば降りられる。ドアコが降りられてない。ちょっとドアコの方をやってしまいましょう。こういう時はやっぱり2人乗りドルボードはすごく便利かなと思う。だがね、あれもね、馬じゃなくてもともとあったドルボードのあのイラストを少し大きいバージョンで2人乗りとか4人乗りとかそんなのやってくれればいいんだけどね。ああ、こっち側は星だそうです。星が何を意味するのかよく分からんけど、確かあれもバージョン 4.5 で追加されたものだったはず。ここ先は進めないようだ。立ち塞がってる障壁が。でもこれクオードがまたなんかやるのかな。違うか、キュルルか。時の妖精たる僕には通用しない。あ、キュルル前にいるね。キュルルも今回で終わってしまうのかな。消耗した本当に終わりそうな。エネルギー使い果たして終わってしまいそう。じゃあ行きましょうか。おっと引き返すとか言ってるね。クオードとメレアーデ、無知もお前になるマデ氏族の末裔が王家を名乗るか。と君を恋に来たのだろう。主らの思い通りにはさせんということで、地獄の迷宮への手がかりをここにあると聞いてやってきた。教えてくれるのかね。と君の箱を破壊するために。うん、話を聞いてやろう。なんだろうね。でもボスではないんだろうね、今の。おっとっと。そして、ここ、倒されてもいいようにね。ちゃんと、ポイント設定しておきましょう。マデ神殿登録されました。もうちょっと他に何かあるような場所だったら面白かったけど。あ、そっか、最後のハテナは、ボスか。もしかしたら。なんだろうな、あそこの中にいるのがそうなのか。いかにも宇宙人みたいな感じの。でも中身はウェディっぽいね。肌の色見る限りは。あ、ここでウェディが出てくるのか。メインストーリーではウェディ出てこなかったけど。あ、もしかキルルのでかいバージョン。なんか面白いね。魔法生物か。建国のその一角たる偉人を相手にブレーキ回りないやつだ。キュレ、キュレ言ってますね。キュレクス。うん、初代国王レトリウスの大親友。700年以上も昔の歴史上の人物。これキュルル疲れてるから出てこれないんだろうね。会話すればなんか即座に話が進みそうだけど。キュレクスは人間のはず。アストルティアとは異なる世界より来訪した異界生命体。人間よりはるかに長寿。クオードで50代目。ときみの箱に心を奪われた戦王と違い、お前はときみに頼ることなく滅びをうまいこと避けた。でも知ってても動けないんだろうね、この人ね。もうだから時渡りのことは知ってるし、見た目はキルルだしで、祖先に都合のいい歴史を吹き込まれたお前たちに真の歴史を教えてやる。うん、時渡りの力は盟友レトリウスに分け与えたもの。うん、レトリウスがいかに高潔でもその子孫はそうではないっていう話をされてるね。これ面白いね。人間とは世代を重ねる生き物だと当時の私は理解していなかったっていう。多分生まれ方とかが違うんだろうね、こっち側とね、人間とね。じゃあ時見をやっていたのはこの人ってことになるのかな。うん、私から時見の源泉を奪ったで封印されてしまったのか。その後、彼らは私の力の源から、物言わぬ、時見の能力だけを持った存在。これがキュルルなのかな?またキュルルとは別にもう一人こういうのがいるのか。時見の箱を壊せば中が出てくるのか、それとも、そうじゃないのか。この島のどこかから時見の源泉の波動を感じる。でもキュルルではないってことだよね。キュルルならばすぐ感じられそうな気もするけど。球根、巨大な球根。ああ、なんか条件言われてますね。軍区画の転送の門から王家の温室行ってみましょうとなってます。うん、今の段階ではキルルは出てこないか。会話すればもうあっさり話がね進みそうな気もしたけどね。でこれボスではなかったな。ボス戦あるかなと思ったけど。となると温室だから軍区画戻りましょう。転送の門、ここで多分行けば良いのでしょう。王家の温室か。ここもどうなんだろうね。ボス戦以前あったっけかな。ちょっと記憶にないな。ここなんか文字入れるのに苦労した記憶はあるんだけど。温室は普通に入れた。そして真ん中球根調べれば。うん、大丈夫か。特に戦闘になるような感じではない。時見の源泉じゃないかしら。この大きい方か。これを掘り返したのか。そしてなんかあっさり持ってるけどあんなでかいものを持っていくっていう。なくなったね。ではこれ戻ればいいのかな。キュレクスに返しに行こうとなっている。ではマデシンで戻ってきました。うん、色合い変わったね。なんか玉ねぎみたいになってるけど。ああそして動けんのか。奪われていたものを返されて礼を言うのもおかしな話。これはうさんくささが増してるぞこの顔。どんな姿になるのか。またぷっくりした感じになるのかな。魔人ブーみたいな感じにね。あ、普通にキルルのでっかいバージョン。洋服は伸びてるね。久しぶりにシンの姿を取り戻した。700年ぶりの時見を試してみる。時が見える。あんまりいい未来が見えてないんだろうね。水没による滅亡は回避したけれども、回避した幾多の災厄は束ねられてより大きな災厄となって基盤を置く。それがあの繭か。なんだろうな。これバージョン1にもあったちょっとなんか隕石がうんぬんみたいな。もしくはあれが魔物なのか。隕石の落下、水没する未来を回避したことによってより大きな災厄が襲ってくる。このペテンシオーバーしてるね。うん。何かしら手段がないのかどうかっていう。隕石落下を阻止するとっておきの秘策。中央広場に永久時間と名付けられた砂時計のような建造物がある。それを、ああ、これね。微量な時渡りの力を抽出して蓄える機能を持っている。隕石という災厄さえもどうとでもなろう。だがそれを動かすのはレトリウスの血を引くもの。つまりはメレアーデか。ここを出て右手の通路を進めばマデ氏族の英知が眠る西具島、そこに行ける。まだまだ続いてるのか、この場所は。西具島に行って花のリストレットを探す。じゃあそこでボス戦とかがあるのかな。そしてまだこの段階でキルル出てこないね。疲れて眠ったまま。ストーリーが進んだ。じゃあさらに行きましょう。これ、あと曲がればそこの角か。そこの角、こっち側か。これ気づかないよね。今の場所からじゃ気づかないよね。もうちょっと先行ってから曲がるのかと思った。では西具島に到着。そしてここは常識的に考えれば一番上目指せばいいような気はするんだけれども、いろいろ書斎とかなんかあるけれど、これ全部探っていくなんてことはないと思うんだけどね。ときみを行ってくださらない。まあこれ全部読んでってもいいけど、読んでいくとストーリーのね他になるようなものもあるかもしれない。なんか宝箱開けられない、クリア特典で開けられるようになればいいけどね。こうしたカード自分は使わないのでもらってもあまり嬉しくない。でこの方向も宝箱だけ確認しときましょうか。特段ないね。これどっかで見たことある顔のような気するけど、誰だっけかな。野心と野心と書かれた絵画。多分出会ってるはずなんだよね。で野心って書かれてるんであれば多分ボスとかで出会ってんのかな。あんまり記憶にないけど。ここ登って。あ、違うな。さっきの場所調べろになってるぞ。そしてなんか変な敵がいるんだけど、あれを倒すじゃないと思うんでね。その前に、この下の場所で調べる必要がある。ここがマーキングされてるんで。となると、錬金室かな？あるとしたら。ちょっとなんか引っかかりやすいね。ついに、スタッフも、ニアカを潰しに来たのか。これか、錬金釜。関係ないね。どこだどこかだと思うんだけど、錬金のところは関係ないか。となると、書庫はさっきのこの絵以外は特段何もない。ここに調べられるところがある。うん、ときみを拒否されることも増えてきた。15代目がそういうことをやったのか。あまり良くないことをね。となると、ここにも絵画がある。なんかイケメンがやってますね。となると、これ全部読んでいくのかな。それが手っ取り早そう。花のリストレットをはじめとした王家の宝は錬金術で作り出した。となると、作り出した鍵でなければ開けられない。特別な箱に収められている。その鍵は錬金しなければならない。ユマテル氏がどれだかわからんが、ユマテルの鍵といえば、ユマテルの鍵、ちょっとやっときましょうか。まあどう考えてもこのイケメンでしょ。さすがに違うか。これパーティーチャットになってるな。これの変え方がよくわかんないんだよね。ちょっと頑張りましょう。とりあえずここで Y を押せばいいと書いてあるので Y を押しても反応しないんでね。あった、絵の中から声が聞こえた。これだな、やっぱりイケメンがイケメンが答えだったか。ちょっとドアコの方もやりましょう。必要なのは屋上などで取れる銀の鉱石とユマテルの教鞭。ユマテルの教鞭がどこにあるのか、私が手にしている教鞭に触れてほしい。あっさりと手に入ったね。で、銀の鉱石も必要ということなので、これだけじゃ無理でね。うん、ちょっと見えなかったけど、銀の鉱石を持っていない。うん、じゃあ取りに行きましょう。ここはドルボード乗れないか。多分銀の鉱石は普通のアイテムだと思うんで、持ってってれば即座に作れたのかもしれない。んで、こんな感じのところもあるのね。あれ今なかった、こっち側。これ多分これで取れると思う。ドアコも取って戻りましょう。なんか戦いたい気もするけどね。なんか戦っても得るものなさそうだから。なんかスター・ウォーズのキャラクターもなんか頑張って戦ってますけど。ドアコがまた、ドアコが、そしてドアコ敵にぶつかったぞ。戦いたくはなかったけど、しゃあないしゃあない。ほんとこれあれだな、今回引っかかるところ多いな、いつもと比べて。どうしてここまで引っかかってる。さて、押した。じゃあ行きましょう。ちゃんと大きく回り込まないと。ドアコ戻ってきた。そしてこちら側、錬金釜調べて、うん。これであっさりとできるのかな。となると、まだ戦いじゃないような気がする。ユマテルの鍵を手に入れた。宝物庫へ行ってみましょう。でかいのか。そっかそっか、クリア得点だったらいいなとか思ったけど、そういうことではなく単純にストーリー上関係あったのか。イマテルの鍵は溶けるように消えていった。王家の秘宝が収められている。花のリストレット。他のものもね、持ってけばいいんだけど。じゃあ戻りましょう。では再び戻って、またやってきましたね。これで何が変わるか。あ、そしてメレアーデの右腕リストレットつけてますね。永久時間の起動法を伝授する。脳に大量の情報を送る。これ即座に戦いになるのか。いかにも怪しげな。これ国威の騎士、いや違うな、あれか、国威の騎士の母か。母じゃないな、妻か。キロノスに感知された。なんだろう、時空の割れ目みたいな感じで敵出てくるのかな。違うわ、キロノス自ら出てきたね。キロノスの裁きを受けよう。我が祖にて同等の能力を持つ個体。失望を禁じ得ないと言われてる。おお、強いね。時空を通じ幾度となく人間たちの闇を直視し続けて、その派手に自らが歪んでしまった。これずっとやってるわけにもいかんでしょ。あ、出てきたね、キル。安眠妨害。これはキルル参加してんのか、それともなんかキルルも守ってるように見えるけどね。おっと、いやこれ自らで守ったんじゃないのか。キルルは余計なことを。邪魔者は排除した。やっちゃった感が強いよね。ほんとキルルは余計なところで、そしてまだ伝授されてないんじゃないかな。どうなんだろう。もう間に合わない。小さきものよ、そばに。能力移し替えるとかあるのかな。自分が何者かも理解していない。ここだけは素直なんだ。親子という概念には当てはまらない。キルルに引き継がれるのか。なんか膨大な知識の量が備わって、これをメレアーデに送ってなんとかなるという話なんでしょう。500年だけか、長生きしてきたけどあっさりとここで終わってしまった。彼の死を悲しいと感じているから。なんかあっさりと元に戻ったような感じだね。起動の仕方分かったという話になっている。何考えてんのかね。もしくは将来的に自分もここに来るのかみたいなことも考えてるのかも。だから体調悪かったってのは復帰したからどうなんだろうね、その辺りは。また能力もらったことによって何かしら体力回復したことも考えられるから。あっと、なんだこれ。別だったの？そんなことないよね。これまた未来から来たメレアーデとかそんな感じなのか？あ、なんかすごいハテナマークつくんだけど。あ、どういうことだ？なるほど。なるほどと言ってもまだ分かってないけど。キルル顔出してなかったけどね。今の黒猫のくだりが分からんぞ、全く。そしてなぜかそっち側入ってくしで。キュロノスを倒したならば、回避ができたならばまた会えるという話を。あれ、今の今までちょっとよく分かってなかったな。あれ、今も分かんないなこれ。どういうことなんだ。メレアーデはあのメレアーデ、走ってったメレアーデとは違うってことでいいんだよね。全てを知ってしまったメレアーデ。何個のメレアーデがいるんだって話でね。とりあえずは戻りましょうという話になってるはず。これはオートキンベルの中央のところに戻ろうとなってますが、今回はこれで終えたいと思います。またこの続き興味ありましたら次回もご覧ください。未だにハテナマークがちょっと続いてますけど、結局過去に出てきた黒猫とその絡みもね、よく分かってないんでね、その辺りも含めて何か次回以降分かればいいなと思います。ではでは。